怖いですか？まあ、そうですね、怖いですね。正直怖いです。鎮西学院陸上競技部3年の牟田颯太です。今年の北部九州インターハイ主役候補の一人、牟田颯太選手は弟の凛太選手と共にインターハイ上位進出を狙う双子の長距離ランナーです。兄颯太選手が専門とするのが 3000m 障害。この種目は 3000m の間に高さ 91.4cm のハードルを28回、障害の奥に水が溜まった水濠を7回の計35回障害を飛び越えます。中距離走に近いスピードや障害への適応力、障害前のポジション取りなど様々な要素が求められる過酷な競技です。颯太選手が 3000m 障害を始めたのは弟への劣等感が大きかったと話します。正直なんか あれ話された感じやったなと思って、あれと思って、いや練習つけるのにポイントもつけるのに、なんでレースで話されてるんだろうっていう感じで、なんかめちゃくちゃ焦ってて、じゃあ違う分野でやってみないかって言われて、そこからがやっぱきっかけですね。 3000m 障害やってみっかって言われて。高校1年の夏に始め、秋には九州大会で1年生で唯一の入賞。順調に記録を伸ばし、去年夏2年生でインターハイに出場。高校で初めての全国の舞台に胸を弾ませていました。やっぱ1年生から3年生まで一緒だし、関係ないし、もう狙えるんだったらもう日本トップ8取ってやろうと思って。思いもよらないことが起きます。その障害が倒れると思ってないんで、かけるもんなくてぐるんってやっぱ回っちゃって叩きつけられて、倒れるはずのないハードルが倒れたのです。何が起きたか分かんないみたいな、みたいなって、もうレースやめた後もなんか何が起きたか分かんなかったんですけど。レースは中断され再レースが行われましたが、痛みから出場できませんでした。せっかくこれで北海道来たのにこれでみたいな、なんかすっごいなんか悔しさっていうよりも、なんか悔しさの前になんか唖然として、もう終わりみたいな、全部走ってないんだけどみたいな感じになって。3000m 障害で世界陸上に出場したトップ選手もこの事故は前代未聞だと言います。ありえないと思うんですね、実際。本当に不安はないですね。普通になんか倒れないものだと思ってこっちは飛びに行くんで、まさか倒れられるとは。あとはトラウマになるですね、やっぱり。もう一回あんなことになったら嫌だなみたいなのはやっぱり。骨見えたかなと思って。体の傷はもちろん精神的なダメージが大きく残りました。もうやめるって言って、でもこんななるために俺三千障害やってるわけじゃねえんだわっつって、三千障害とかやらん方が良かったわみたいなこと言って、もうひたすらこう愚痴こぼしてましたね、毎日。チームメイトに対しても投げやりになっていました。みんながなんか慰めてくれはするんですけど、その言葉自体がなんかやっぱ自分からすればなんか、いやもうそれ味わってないからじゃんみたいな、自分と同じ立場になった時考えてくれよみたいな、そんな感じでもう聞く気なくて、本当にどん底突き落とされたみたいな。もうそんな中支えになったのは一番近くで見ていた弟でした。今の状況を変えるためにもやっぱ颯太にもう一回一緒に走ってなんか走りたいって言ってほしくて、もう落ち込んどったからちょっとどうにかしようと思って、もう本当に最初ゆっくりなジョグでもいいんで誘ってって感じで。
周りの支えでおよそ2ヶ月ぶりにジョギングを再開。去年11月の県高校駅伝では陸上人生初のメンバー外を経験。一方弟は一区区間賞。それでも腐らずに地道な体幹トレーニングに励みました。新チームではキャプテンにも就任し、復調の兆しとして県新人駅伝では最長区間で区間賞を獲得しました。もう今日の走りでしっかり返り咲いたことを、まあ、みんなに見せることができたのでよかったと思います。そして迎えたトラックシーズン。今年も3000m 障害に挑戦することを決意。インターハイ以来2回目の 3000m 障害のレースでは障害への恐怖心を乗り越え、早速県高校新記録を樹立。やっていくにつれちょっとフラッシュバックとかするんですけど、やっぱ飛び方とかまだ体覚えてて、あ、これでやっぱもう一回あの時転んでしまったけど、今年のインターハイはもう一回目指せるんじゃないかって思い始めて。今月の県選手権でも自身2度目の8分台をマークし、完全復活をアピール。これ1キロ3分1。ソータがインターハイ挫折してから、その今までの期間しっかり諦めずに取り組んだその成果だと思うので、弟への劣等感で始めた 3000m 障害。35回の障害と大きなハードルを乗り越え、さあ全国の頂へ。もう今回は予選もビビらず、もう自分の力で引っ張っていけるようにっていうのを目標にしてるんで、もうその気持ち忘れずにインターハイ勝ち切ってやろうかなと思って、去年とは違う勝ち切るレースっていうのをちょっと目指してやろうかなと思ってます。県高総体 3000m 障害決勝は来月4日午前10時50分号砲です。改めて 3000m 障害怖いですか？はい、今はもう怖さっていうのはないですね。ワクワクにも変わりましたね。もう今は怖くないです。